皆さんこんにちは。2019年2月11日ひらがなけやきから改名し活躍を続けているアイドルグループ日向坂46。先日4期生の武道館ライブが発表され盛り上がりを見せているのですが、この発表に不満や心配を抱く人の声が目立っています。一体どういうことなのでしょうか。今回は日向坂46、4期生の武道館ライブに関するファンの反応をまとめましたので紹介します。ぜひ最後までご覧ください。6月21日夜から46時間にわたって YouTube チャンネル日向坂チャンネルで生配信されていた日向フェス開催決定記念日向坂46時間 TV 全国お日様化計画を無事に完走した日向坂46。この放送内で4期生だけの日本武道館ライブを行うことがサプライズ発表され、現在様々な意見が飛び交っています。番組では最終日の朝、4期生の MV 解説企画ラストで緊急告知と題した映像が流され、伝統のあの場所へ日向坂46 4期生日本武道館 3days 開催決定とサプライズの発表がありました。また開催日が8月27日、28日、29日の3日間であることも合わせて発表され、映像では伝説の武道館 3days をもう一度と記されました。メンバーたちにも知らされていない完全サプライズの発表だったようで、メンバーたちはと声を上げ、メンバーの正源司陽子さんは驚き呆然とした様子で、宮地すみれさんは涙ぐみ、最年少の渡辺里奈さんは両手で顔を覆いました。22年9月に加入した4期生はグループの中で最も後輩にあたります。昨年11月から東京シアターミラノ座で乃木坂46の5期生、桜坂46の3期生と共にそれぞれ単独ライブを行う新参者公演に挑戦していました。平岡美月さんは本当にびっくりしていますと話し、新参者が私たちの中で一個のターニングポイントになってまた新たに進んでいこうと思っていたんですけど、またこうやって4期生だけでライブができるチャンスがあるってすごくワクワクしています、頑張りたいですと意気込みを語りました。先輩の2期生富田鈴香さんからは、今の4期生にはきっとこの武道館を3日間盛り上げる力があるって、可能性を見てくれている方々がたくさんいるってことだから私たちも応援しているのでとエールを送られました。石塚玉木さんも、私も新参者で4期生単体でライブをやるのは終わりかなって思っていてしまったから、またこうして4期生で何かやる機会をいただいたこともすごく嬉しいと喜び、日向坂46を4期生がもっともっと底上げできるような存在に成長して先輩方に一歩ずつでも追いつけるように頑張りますと誓いました。富田さんから、心強いよ本当にと拍手を送られ、2期生の金村美久さんも、感動しています私もと笑顔を見せました。日向坂46にとって武道館 3days は特別な意味を持ちます。改名前のひらがなけやき時代の18年、当初予定していた欅坂46のライブに代わって急遽ひらがなけやきが1月30日から3日間単独公演を行い大成功させたという過去があります。このライブの千秋楽では初のアルバム発売もサプライズ発表されるなど、今でもファンに語り継がれるステージとなりました。こういったストーリーのある場所でライブをするというのはグループもファンも特別な思いを抱いていると思います。ネット上には、全てに対して全力で挑む彼女たちが去年よりも成長した姿を見せてくれると思っています。新参者での思い、これまでの葛藤を超えたパフォーマンス期待しています。今年は日向坂がさらに飛躍できる年になりそうですね。
新しい伝説の3日間にしよう、期待してますといったように期待の声もありましたが、手放しには喜べないような声が目立っていました。まず日向坂46は9月7日と8日に日向サンマリンスタジアム宮崎で行われる日向フェス2024を控える中で、武道館ライブは8月下旬の開催日程。平尾ほのかさんは日本武道館公演でレベルアップして日向フェスに臨みますと前向きに宣言していましたが、この点を心配する声は多く、3日間の武道館ライブ、中6日で宮崎日向フェス、体力保つのかな。多分レッスンやリハーサルもあるだろうし、彼女たちそれぞれの日常生活もある。満足に休養は取れないだろう。かなり心配です。何事もないことを祈るばかりです。嬉しいけど、一部の4期生は日向坂ライブもあるし、武道館の後は日向フェスもあるので、メンバーの体調が心配ですね。無事に乗り切ってほしい。今年は正念場ということで、運営もいろいろと仕掛けてきていますが、メンバーの体調のことも考えてあげてほしいなと思います。ちょいとライブを詰め込みすぎてる感あるけど大丈夫かな。9月宮崎あるのに大変だと、メンバーの体調面を心配するファンも多いようです。また日程に関してはこの他にも、お日様の鐘が持つかどうか、宮崎フェスと10日程度しか間ないんだがちょっと大丈夫か、客足もある程度分散する気が、などライブに参加するファンへの心配や集客面への心配の声が上がる始末。万が一4期生の中に体調不良で宮崎のフェスに参加できないメンバーが出てしまえば、宮崎まで応援に駆けつけたファンをがっかりさせてしまいます。しかも9月といっても宮崎はまだ炎天下が続いている可能性も十分に考えられます。武道館ライブで疲れている中で炎天下でのライブを行うかもしれない状況にファンが心配を抱いてしまうのは当然のことですよね。そして4期生だけという点に不満を抱くファンもいるようで、3、4期生ライブでも良かったのでは、コロナ禍のせいで仕方ないけど、3期生はおもてなし会も新参者のような単独もなかった。ようやく今年の TIF のみ、もっと機会をあげてほしい。悲しすぎる。なぜ4期生だけなのか、なんか3期生がかわいそうになってきた。もっと3期生にも4期生と変わらないくらいのスポットライトを当ててあげてほしい。それなら3期も混ぜたらいいのに。3期は TIF に単独で出演、4期は武道館 3days か、さありすぎませんという声も散見されました。これからどうしても1期2期生の卒業が続いていくことは考えられますので、運営としては次世代の日向坂の中心となる3期4期生を強くしたいのだろうとは感じます。また4期生は12人いる一方で、3期生は4人しかいないため、人数的に大きな箱で単独ライブを行うのは難しいのでしょう。ならば3期4期生の合同で武道館ライブをすればよかったのではとも思いますが、日向坂46の次世代を担う3期4期生が武道館でライブというよりも、一番後輩となる4期生だけで武道館ライブというワードの方がインパクトがあるものになるため、今回4期生だけでの武道館ライブを決定したのではないでしょうか。ただメンバーやファンの気持ちを汲み取って、日向坂46全体での武道館ライブや3期と4期の待遇が比べられることがないようにもイベント企画してほしいとは思います。何にせよ今は無事にライブを終えられることを祈るばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。